ども皆さんこんにちは、こんばんは、ワークマンライダーセッです。はい、いやー曇ってますね、あいにくの曇り空でございますが、今日はね、今からマーブロビーチの方にね向かいたいと思っております。はい、いや大阪のね南の方とか、まあ和歌山のからしたら北の方になるのかな、まあそちらの付近にね、まあ住んでらっしゃる方は結構ねそちらのねマーブルビーチっていうね関西国際空港の近くにあるねビーチの方にね、なんかちょっとまあバイク乗ってねちらーっとふらーっとね立ち寄る場所があるんですけれども、まあそちらにね今向かっております。はい、でね、まあ先日ツイッターでね、まあちょっと冗談と言いますか、まあ例えばみたいな感じでね、まあ来週の土曜日の9時から10時ぐらいに、まあワークマンの服を着たワークマンライダー全集合みたいなねツイッターをしたところ、まあ来週土曜日行きますよねとおっしゃってくださる方がいらっしゃいましたね、本日の動画の概要、ワークマンライダー鉄の呼びかけでどれだけのフォロワーさんが集まるかって検証動画になります。よろしければ最後までご視聴お願いいたします。もしかしたら本当にね、まあ私目当てと言いますか、まあそういったワークマンの人が集まるだろうみたいな感じで集まる人がいたらちょっと申し訳ないんでね、私、まあ、言い出したんで私行かないとまずいかなと思って向かっております。はい、で今日本当にねそのワークマンライダーね別のねワークマンの服を着た方がねいらっしゃってね、私はこんな服を着てますよみたいな方がいらっしゃったら、そちらのねワークマンの紹介もねしたいなと思っておりますので、今日も一日、はい、ワークマンの紹介動画になるかと思います。はい、なので、まあ、ご興味ある方、ございましたら最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、もうすぐですねマーブルビーチ、9時36分、何やってますよね9時から10時って言ったもんねいやーちょっとなかなかね最近朝起きれないんですよね、目覚ましかけてもね、うん、さて何人かいらっしゃるのかしらもうこんなチャンネル登録者350人です。ツイッターのフォロワーさんも今何人いってたっけな、ちょっとあんま覚えてないんですけど200か300ぐらいとかな、うん、の人間がまあねつぶやいたところでってことだったまあそんな感じでございますよ。はい、うん、なので全然問題ございません。はい、これバイクはこっちやな、遊泳禁止、フラー禁止や、おるおるおるわあれ、おおおはようございます。あれ、あれすいません遅くなりました、9時から10時っつったんでギリセーフか勝手に思ってましたあ、始めました、はい、何の絵ですかあれ、はい、なんかわからない、はい、あ、そうなんですか、鉄です、よろしくお願いします、これです、あ、そうですよね、はい拝見させて、あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます、はい、あ、ほんまや、ワークマンライダー今日全員集合でほんまに来たはい、いやいや、とんでもございません、全然大したことないんですけど、はい、あーそうなんですね、あれ、え、なんか YouTube されてるんですか、してないんです、あ、いや、まあつけてるから、あ、なるほどなるほど、それきっかけで、あーはい、やるんですか、あーいや、もう最近本も多いんちゃいます、やってるし、やりだしてる人とかね、うん、これからも増えていくんちゃうかなみたいなね、見てたらすごい、うん、大変ですけどねもう今週休みたいなみたいなえ、それ上も下もあれもですか、もう全部の、あ、すごい、え、上はイージスのイージスのこれあれですね、はい、一応360の安い版、あ、そうですよね、5000なんぼの方ですよね、そうそう、あ、ここの安い版です、あ、下はあれですよね、
ストロングパンツですよね。あの黒ぎつねさんが履いてるやつ。でそれも黒ぎつねさんが履いてる。ああ。黒もありましたっけ？黒はあった。はい。はい。ああ。ダミアルキさんは顔出しは NG ですか？ああ、ほならあのモザイクで動画に出るのは大丈夫ですよね。あ、今日一応あのワークマンライダー来たら服も紹介したいなと。いや、そうなんですか。勝手にそういう企画で動いてますけど。ちょっとあの、はい、ものすごいふわっとしちゃって。いや、いつもふわっとしてるんですよ、私の動画は。そうですよ、安いですからね。はい。私？あ、そうなんですか。お、すごい。あ、じゃあ次、じゃあ親民さんは顔出して OK でしたっけ？あ、全然。イージスでしょ。下もワークマンですか？いや、これは違うんです。あ、なるほど。じゃあ上だけ、これはイージスの何でしたっけ？ぐらい。ああ、どうですか着心地は。あ、全然いいです、ね。はい、正解のお言葉です。正解の回答ですよそれ。はい、今日ワークマンライダーの集合なんで。いや、でもほんま全然、私もこれ、まあ中ね、あの前紹介してますけど、3枚ですよほんまに。これとこれだけ、これとこれとこれだけでも全然、もう今日も暑いな思って。そう、僕らみたいなやつ。あのパーカー着て、これ。私も3枚だけですね。全然。ずっと、なんでいつまでヘルメット被ってんの。ちょっと待って。寒いから。いや、だから暑いからちょっと。それ何ですか。ああ、はい、映しておきましょうか。毎度。今日ワンチャンエッジさん来てないかなと思いながらね。はい、ま、回ってんの。じゃあこれか。動いてますこれ。はい、はい、もうすぐ9時50、10時ですわ。今日のワークマンライダーはこの3人と4人でした。4人集まったすごないですか。4人も。ありがとうございます。あ、一応タツさんもあのね、上もワークマンで、下もワークマンで。あ、これそうですよ。これもこれ一緒じゃないですか。こっち。ね、うん。でもこっちの方は黒ギツネさんが入ってるからいいんだ。企業的にね。黒ギツネが入ってる色だから、うん。私やったらね。ズボンもこれ私もタツヤさんと一緒のズボン。このこれね、ほらこれこれ見てくださいよ。このジャバラの部分がこれ寒いんだけど、達也さんのこれジャバラの部分これもうの縮んでもらってだから風が入るらしいですよ、達也さん。なるほど。私こうジャバラの部分がこれ寒いと伸びきってるからね。そう同じサイズのズボンを履いてるという。はい、以上でございました。お疲れ様でした。